日本関東地方千葉県八千代市、勝田台北勝田台北は、千葉県八千代市の町名。現行行政地名は、勝田台北1丁目から3丁目。郵便番号は276-0020。八千代市東部に位置し、京成電鉄本線勝田台駅北側一帯に、あたる。桜市との市境にあたり、東は上高の、桜市の、西は柏市南は、 勝田台、勝田台南、北は、村上南、村上と接する。勝田台北1丁目が、約15.7ヘクタール、2丁目が、約12.8ヘクタール、3丁目が、約9.7ヘクタールの全域約38.2ヘクタールの町域となっており、町域内は、勝田台駅周辺に、商業ビル等があるたマンションアパートが所々混在する。 小て中心の住宅地となっており、一丁目の南に隣接して、京成本線勝田台駅、三丁目に東洋高速鉄道東洋勝田台駅があるほか、一丁目を東西に国道296号が通っている。町域はかつて、千葉郡勝田村、陰馬郡村上村、貸城村、上高野村の各一部にまたがる。 農村部であり、旧村上に位置する町域の生誕に、下市条より連なる人家が、わずかにあるたは、成田街道とそこより枝分かれする道がいくつか、あるのみの樹林地帯となっていた。大正時代に入ると西部に人家が、わずかに増え、南端に京成本線が開通するが、町域や隣接する地域に、駅は設置されなかったために市街化は進まなかった。 昭和30年代になると、成田街道沿いに、再び人化が増え始め、成田街道より北へ、幹線道路が開通したほか、町域の北東部にも、生活道路と家が、新たに増え始めた。1968年の勝田大駅の開設によって市街化が進み、北口は新設されなかったものの、現在の区画とほぼ、同じ状態となり、大町実地会及び、 栄町長会が起立。北口開設、1996年の東洋高速鉄道開通を経て、現在に至る。なお、かつた台北は、大町自治会、栄町長会を合わせた区域とほぼ同一の区域をもって起立した町である。町域は、1981年以前より発生台市によって、住居表示を実施すべき、市街地の区域として指定され、 隣接する2地域とともに住居表示を行う予定であったが、実地会における合意がなされず行われなかった。その後も住居表示実施は、議題として上がるも、隣接区域である、へと前と地区各整理事業の進捗や、住民基本台帳の電産化事業等の関係で、長らく行われず、2009年に地域住民を対象に行われた。 住民説明会等を経て、2010年に大町自治会、栄町長会より住居表示実施の要望書が提出され、2011年にかつた台北として起立した。町域の一部は1993年より行われている下田前と地区各整理事業の区域に属し、地盤整理施工地区として2009年に、 村上南4丁目19.2021番地となった後、勝田台北起立時に勝田台北2丁目となっている。2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。